毎朝8時に自転車で学校へ行きます。学校まではたったの5分。お姉ちゃんと登校時間が同じ日は一緒に行くの。今4年生で学校は大好き。好きな科目は国語、担任はメッテ先生よ。国語の時間よ。今日は詩の勉強をします。32ページには詩は載っていません。33ページには載っています。最初の部分を読んでくれる人はリーネ。そうですね、詩では韻を踏みます。でも文中での使い方によるのよ。これは客韻です。カロリーネ。はい、その通りです。そう、この後にね。ここは好きと書いた方が良かったわね。ここでは頭韻と口語韻の両方を使っています。では最後の3節の韻文を作ってください。一つだけ条件があります。韻文のタイトルは私の好きなものにしてください。もう書いてる人もいるわ。この韻文を書いたのは誰？カロリーネ？ハルフダーネスムセンです。その通り。どんな詩を書いた？見せてもらえる？これは客員かしら。わかりません、家で書きました。いいわ、でも韻を踏んで書いてみてね。どの言葉の綴りに間違いがあるかしら。いい弁人々。そう、そして最初の2文が組になっているときは次の2文も組になっているんですよ。これを口韻と言います。そして最後のはナディア。はい、詩書いた紙を集めなくていいわよ。各自で持っていて。休み時間、最高の時間よ。いつも校庭でスティックボールっていう遊びをするの。ボールはゲットして、当たった人はゲームから抜けなくちゃいけないの。すっごく面白いわ。学校大好き。